はい、超駅太郎です。まあ、あの、よーく見てる方はわかるかもしれませんけど、最近アンチコメントが少なくなってきてますよね。もちろん、そういう悪口は良くないよっていう啓蒙や、あの、意識の高まりもあると思うんですが、あの、簡単に言いますけど、ちょっと喋るレベルっていうか、基準は上げているんですね。えー、特に、この未成年の まあ、エベツの件だとか闇バイトのとこ、闇バイトのところは割と強く、その、バカだのアホだのって言い方をあえてしてます。このバカだのアホだのっていう言い方すると伸びるんですよね。変な話。うん。本当は、まあ、そういう言葉を使わない方がいいんだけど、うん、狂ったとか、こういう言葉を入れると伸びる。 えー、もっとそりゃ、言い方、過激な言い方はあるんですけど、それをやると YouTube に引っかかる。バカとか狂ったっていうのは、私のチャンネルでは許容されてるので、多用していく形になりますね。だから、私がこれ見ながら、バカがバカによるバカのっていうようなことをやったり、バカを何連発。ね、ここ、本当にあんまり良くないんだけどって、多分そこは、金井先生も気づいてやってるんですよね。で、カナ先生自身の、 知見から言ったらあんまりそういう言葉は使いたくないはずなんですよ。でも使うと伸びるっていうのを分かっているんですね。っていうかもう最近のこの闇バイト強盗においての犯人たちにはもうその言葉しか当てはまらないんですよ。それを変える用語がない。でもそういう風になるとその言葉に惹かれてくる人たちっていうのは一か性のものなんで、特に、えー 教育問題的なことだったりっていうことをちょっと変えていくと、あの、数字は、あの、アンチコメントは減るんだけど、数字は落ち着いてきちゃうんですね、やっぱり。減るんです。だここが、やっぱり、諸刃の剣というところですよね。まあ、今、あえて、これどうやって使おうかなと、諸刃の、剣って書いて剣なんだけど、これが理解できる人がどれだけいるのかと、今、これ聞いてる人わかると思いますけど、 その子たちに言ったところでね、まず、モロハがわからない。剣がわからないということですよね。うん。だけど、なんとなく、引用としては、うん、なんか良くないことだろうなっていうふうにはわかるということですよね。うん。まあ、の剣っていうと、槍みたいな状態のことを言うんだと思いますが、まあ、えー、日本に言えば槍。えー 外国伝説はダガーナイフ。これ日本で禁止になってますけど、やっぱり両方に歯がついてるとね、身体に入りやすい、刺さりやすい。だから殺人用のナイフということで、あの、あまりにも殺人能力が高いということで禁止になって、もう日本ではね、流通しないことになってますけど、やっぱり、それは昔から言う。だから、から切れ味はいいけど、それは時に、自分も、っていうこともあるわけでね。うーん だから、えー、そこのことを考えるとですね、っていうことは数字が落ちる。数字が落ちるっていうことは収入が減るってねかといって、あんまり、ねその、低俗なことばっかりやってると、それも続かないわけですよね。これが伸びたからこれっていうわけにはいかないんですよね。なかなか。うん。 だけども、しつこいと言われてても、まだ数字があるときはそれをやり続けた方がいいっていうのはあります。うん。やっぱりこういうことやってると、我々のところには、あのー、情報入ってきたりしますから、その情報をなるべく、うん。わかりやすいように早く出すっていうのも一つなんで。うん。あの、ま、こうやってね、皆さんに聞いていただけることはありがたいなっていうふうに思いますけど。でも、 その話の中に、うん、そうだな。私が確認したときに、1万4000、まあ、ある動画ね、あえて言わないでこれ検索されるって、その人をどうこう、球団する、あれじゃない。えある動画が1万4000再生回ってるときに、で、コメントが80。その中の一つだけ、悪口。 だこの確率で言うと、数、計算できる人ど、どうどうどれぐらいの率ですかね。1万4000の再生数が回って、コメントが80。その1だけが悪口。あとは、おおむね肯定的なコメントっていう。うん、ねこれどういう割合なのか。だけど、とある人とこの、あのね、YouTube のコメント欄なんて悪口しかない。<laughs> そういう、いや、俺、これだったら耐えれないなっていうぐらいひどい。何言ってんだお前みたいなね。それはあなたおかしいでしょみたいなコメントを見たことがあるけど、ねまあ、まあ、そういうのは伸びるんですけどね、うん。でもそれだと長く続かないんだよね、うん。まあ、あの、後に触れますけど、本当に日本っていうのは生きづらい。 生活しづらい、発信しにくい。ねうん。あの、国民民主の玉木さんね。これ後で触れます。次の動画でも。ああ、そうなったか。本当にね。えー、絶頂期が本当に、い、数、一ヶ月もない。ね。選挙終わってから、内閣がね、第二次内閣、石破内閣、発足するまでの短命の、 いやー、あっちこっちのテレビ出すぎて、やっぱり、偉い人たちの勘に触ったんでしょうね。まあいいや、これ。もうちょっと失笑っていうか、かわいそうっていうか、バカだな。もうちょっと考えなあかんな。いや、もうちょっと私切れるかなと思ったら、やっぱり大したことなかったな。ね。本当に政治の世界に身を置いちゃいけないとは痛感しましたけど。ね。うん あの、やっぱり、社会世間には、悪口と誹謗中傷が溢れてるわけですよね。か、各言う私も、だから、この前、あの、コメントでいいことを言ってらっしゃったこと、会話とかね、えー、えー、話もそうだけど、伝えることだとか、いろんなことがあるんだけど、批判と批評の違いも、ね、批判、批評、 うん。誹謗、批評の違いもわからない人もいるっていうか、でもすごくこれって習うわけでもないし、感覚的に自分で覚えていくことなんで、うん。ねまあ、その流れで、最近の未成年教育にどう思いますかっていうことは、答えもあったんで、これもう一つね、別のテーマで話したいなっていうふうに思いますけど、あの、 結果、私がこういうことが話せたり言えるっていうのは、嫌な経験をしてるからですね。自らなんですけど、でもこれだって、これでもそうなんですよ。お前みたいな好き勝手に犯罪を起こしといて何を偉そうに。いや、好き勝手じゃなかったですよ。その当時の社会情勢や社会的な背景だったり、その時は暴力団っていうのは反社会的勢力ではない、なかったんで、意味嫌われてるものではあったけど、ここまでではなかった。 だから、それがやりすぎたから、弾かれていったのかなっていうふうには思いますね。信仰宗教にしたって、ねえ、えー、ネズミ校にしたって、ダメじゃなかったんですね。氷菓子にしたって。うん、まあ、いろんなことが許容されていた時代なんですね。それがどん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 規制がかかって、今みたいになっているということで。 本当はね、わりかしこういった啓蒙的な言葉だとか、こう思うことをね、伝えていくことを主としてやりたん、やりたいんですけど、これも、ちょっと今最近動画が闇バイト強盗で伸びていて、人が集まって数字が来ているから聞いてくれるんであって、こんなこと毎日話してたら、もう全然ね、見ても聞いてもくれないんです。これが、これが普通。だから本当に大変です。うん、聞いてもらうには。うん うん、また、バカだのアホだの言わなきゃね。聞いてくれなくなるんだろうな。だから、いい,い時から、もういい時が、もう今見えるので、いい時、数字が伸びてる時が、ああって思いますね。あ、これも、そのうち終わるんだ。これも、そのうち、数字が落ちてくる時があるんだなって思うと、なかなかきついですよ。それが分かってる。玉木さん、それがわからなかったんですね。地下アイドル。 ね、売れない地下アイドルなんて自分でね、自虐してましたけど、ポンと出ちゃって、やっぱり、もう本当にもう次、浮上できないんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあこれちょっとね、次に話したいと思います。以上です。